レグルスの船が沈んだわ。沖に上がった。よかった、全員無事で。カースピタ、奴らがまだ追ってきてる。このままでは。すみません、タイムキーパー、気分はいかがですか？ここはチェルシーの反対側にあるバタシーパークです。私の判断で支援要請を送り、あなた様をここまで呼び寄せました。ですが、慌てていたために術が万全ではなくて、あなた様を気絶させてしまいました。実は一刻も予断を許さない状況です。報告および支援を要請させてください。どうぞ。おととい、レグルスの情報登録をしようとしたところ、激しく抵抗された上に、どさくさに紛れて仲間を捕虜として連れて行かれてしまいました。さらにまずいことに、その彼女は今度はマヌス・ヴェンデッタにも目をつけられてしまって、すぐに仲間を救い出して、ストームが訪れる前に任務を完了し、研究センターに戻らねばなりません。私は君たちとは違って、アルカナムの戦闘訓練を受けていない。そうでしょう、私のクラスメートさん。ですが問題ありません。あなた様が自ら戦場に立つ必要はありません。あなた様はただ指示を出してくれるだけでいいのです。アルカナムの能力もあなた様以上に里い人はいません。それにストームまで24時間を切った場合は、あなた様に助けを求めてもいいと聞きました。そうですよね、タイムキーパー。派遣任務緊急時の対処法に書いてありました。ずいぶん細かく読んだようだね。安心して、敵の包囲から突破するのを手伝うよ。あと50分か。急がないと。すぐに出発しよう。これを使えば一瞬で向こう岸まで移動することができます。これは？これはテレポートの術を込めた携帯式ディスクです。あなた様をここに転送するのに用いたのもこれで。実はまだ試作段階で不安定なんです。レディー Z から3枚だけいただきました。ですが、順調にいけば時間を大幅に節約できます。心の中で目的地の地名を唱えると同時にサインを施すと、テレポートを発動できます。いけない、敵の数が多すぎるわ。これ以上は持ちこたえられない。そっちはどう？逃げ道が塞がれた。突破できるかどうか。私たちストームまでに戻れるのかしら。シュガーシュガー、5年分の貯金が、愛しのアップル号が、それに昨日買ったばかりのテープストリームまで、全て水の底に。レコードで手が塞がってなかったら、お前らだってケッチョンケッチョンにしてやれるんだからな。調子に乗るなよ。私のレコードが、私のピート・ウィンド・ミルが、私のジョン・サンダー・フィンガーズ・ライブが。お前ら覚悟しろよ。船長、
後ろ。見つけた。一時の方向から敵が襲来。今だ。アスコルタ、カピーレ、デガーレ、フェルドナーレ、エーデスビトセーラ。え？あんた誰？この呪文はもしかして。隊長だ。よかった、隊長が来てくれたぞ。隊長、敵の奇襲を予測できるなんて一体どうやったんです？私は何もしていないです。全てはタイムキーパーのおかげ。テレポートの最中に敵の行動を予測するなんて、以前よりもさらに機敏になられましたね。あなたがあのタイムキーパー？あなたが現れたということは、もうすぐストームが訪れるのですね。ええ、あと45分でね。ストームが訪れるまでに全力で君たちをサポートするよ。さあ、みんな脱出の準備を。レグルス、君も一緒に。はあ？なあ、助けてくれたお礼に手伝ってやってもいいぞ。ソネット、頼んだよ。突破口は私たちの後ろにあるキングスロードに通じる道だ。